外反母趾を根治させる方法は実はとても簡単。手術はおろか、テーピングもマッサージもサポーターも何も必要はありません。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回のテーマは外反母趾の画期的な改善方法についてです。おそらくこれはまだ世の中の多くの人が気づいていない、もしくは知らないやり方になりますが、何をベースとした改善方法かというと、足の医療の先進国であるアメリカの足部病医学をベースとした改善方法です。テーピングやサポーター、マッサージなどでその場はちょっと良くなった気がしても、結局のところすぐにまた元に戻ってしまうと感じている方には朗報です。では今回の内容ですが、まず前半でアメリカ足部病医学ベースの改善の方法について、後半でどれぐらいの期間でどれぐらいまで良くなるのかについてお伝えしていきます。今回の動画であなたはアメリカの足部病医学をベースとした画期的な外反母趾改善方法を知ることができ、それがどれぐらいの期間でどれぐらいまで改善するのかを理解することができるようになります。私も今回の動画で多くの人がこの新手法に気づいて、テーピングやサポーターなどではなぜ治らなかったのか、そしてどうやったら本当に根治するのかを広めれればいいのになと思っています。このチャンネルではそのような足の改善情報について様々な動画を上げています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まず初めにこの動画をご覧いただきたいのですが、この動画、外反母趾が出たり引っ込んだりしているのがご理解いただけるでしょうか。これは足の重心の乗る位置を変えただけで外反母趾が改善したり出たりしています。これが何を表しているのかというと、外反母趾は足の使い方次第で発生したり治ったりするということがわかります。このことは実を言うと、アメリカの足部病医学ではすでに明らかになっていることで、この外反母趾の問題になる足の動きをオーバープロネーションと言って広く知られた事実だそうです。ですから外反母趾も結局のところ足の使い方を改善すれば治る病気だということが言えるのです。逆に言えば足の使い方を改善もしないのに、テーピングやサポーターなどでその時の形だけを整えにかかっても治らないのは、それは当たり前ということですね。もちろんマッサージなどでその場柔らかくしたり方向付けをしてもほとんど意味はありません。ではどれぐらいの期間でどれぐらいの改善が期待できるのかについてお伝えしていきます。まず痛みについては、正しく歩けた時点で痛みはもう発生はしません。そして痛みの改善率に関してはほぼ 100% です。外反母趾の痛みに関しては、正しく歩くことができれば痛みが残るということはまずないと言っていいでしょう。そして見栄えの話ですが、外反母趾は角度が基準となっています。こちら一人の方のサンプルを使ってお伝えしますが、この方の場合33度を超える外反母趾です。外反母趾というのは15度以上が外反母趾、そして40度を超えれば重度なので、もう10度手前になっていますね。でこの方が外反母趾が4ヶ月後には17度まで減っています。17度というとほぼ正常値ちょい手前ぐらいのところですね。この変化に要する期間がこの方の場合はおよそ4ヶ月です。私は足の指は何も触ってはいません。歩き方を変えただけでこれぐらいの改善を手にしています。そして指に注目していただきたいのですが、指が離れていって治ってはいないというのがご理解いただけるのではないでしょうか。外反母趾は指が離れていって治るのではなく、横幅が締まって治っていくということになっています。ですからこの方は足の横幅も 10.2 センチあったのが 9.1 センチまで縮んでいるのがわかります。パッと見た写真でも大幅に横幅が締まっていますね。今振り返っていただくと、外反母趾の方は年々足の横幅が広がっているということにお気づきではないでしょうか。そうです、正しく治れば足の横幅が締まり、足の内部では骨が結合ががっちりしていって丈夫な状態になっていっているということです。このような治り方が外反母趾の本来の治り方です。そしてこの改善は
歩き方がそのままキープできている限り、この状態が続きます。テーピングやサポーターなどは必要ありません。むしろ邪魔になるのです。いかがでしょうか。見ていただいたような外反母趾の改善例は、私の元だけでも1000例以上あります。そして私が指導した外反母趾の改善のためのゆるかかと歩き指導員の先生方も同じような改善例をたくさん持っています。要するに、どこで誰がやってもある程度同じような結果を生まれるということですね。私も小学校低学年のお子さんから年配の方であれば80歳を超えた方まで改善に導いています。皆さんも正しく歩くことができれば改善はできます。このチャンネルの他の動画でもその改善のためのゆるかかと歩きをご案内しています。ただもう症状がだいぶ進んでしまった方は、歩き方の癖もきついので、それだけでは改善しにくい場合もあります。その場合、ぜひ私どもにご相談いただいたらなと思います。頑張ってみてください。